海上町は青森県東南部に位置し、岩手県との境を接する町である。青森県の南部最東端に位置し、北、西は八戸市、南は岩手県広野町、東は太平洋に面する。八戸市のベッドタウンとして宅地開発が進み、八戸都市圏の一部をなす。八戸工業大学に通う学生の多くが居住しているため、 19歳から22歳の人口比率が突出して多い。沿岸部は三陸海岸の豊かな漁場があり、内陸部は落農産業が盛んな地域である。太平洋と県南地域を一望できる標高740メートルの海上だけがあり、周辺地域から気軽に訪れることができる行楽地もある。特産品は豊かな海の幸を生かしたものが多く、 イチゴ煮や用に海藻ラーメンなどが美味である。町内には海岸断球による平坦な断球面が広がっており、岩手県との県境には海上岳を手法として山が連なっている。東部は三陸海岸に向かって登流する河川が並んでいるが、西部は新井田川の支流の流域となっており、北流して八の港に流れ込む。平均気温は9.7度。 年間降雨量は861ミ、mm、リメートルである。海上庁には気象庁の気象観測所が設置されていないので、八戸市のデータを使用する。町の気候は太平洋側気候であるが、夏は変頭風の影響で冷涼であり、海から冷たい風が吹きつけて冷感になる年もある。冬は北東北にありながら降雪量が少なく乾燥し、晴天が多いため日照時間も長い。 中世以前からの古い歴史があることが伺える。橋上の語源の由来は、諸説あり、ぬかのぶ語群の中に、海上軍があり、ぬかのぶの中心から見て、北方海上軍があったと言い伝えられ、当時軍役所の仕事をし、改革に当たった役人たちが、海上だけの北陸にある八つの村を統合する、名称として、橋上と命名されたのではないかという説がある。また、 現在の町名が命名された由来としては、明治の八村合併の時に、岩手県との県境にある、会場だけを取って、尊名としたという説がある。昔から、漁業や農業が、町の基幹産業であるが、隣接する八戸市のベッドタウン化が進んだため、多くの居住者が、八戸市内に職場を持つ。また、町と八戸市の境界に接する形で、 八戸工業大学があることから、大学生も町内に多数居住している。会場町は、落農が盛んで、養鶏や養豚の産出額が最も高い。野菜では米やロジネギ栽培が多い町である。農業産出額の49%が鳥、22%が豚、その他が29%を占めている。飼料用のトウモロコシを生産し、 あら飼料自給率の高い落農を経営をしている農家が多い。海上町の落農、農業を含めた高地面積は1380ヘクタールである。ただし、このうちの62%が農地として使われ、残りの38%は休耕地である。2005年の調査によると、海上町の農業、林業農家の90%は家族経営をしている。 農林業を経営している農家の合計は三百四十九。内訳は農家が二百七十九でそのうち二百七十の農家が家族経営をしている。林業経営している農家は百五十一でそのうち百三十が家族経営をしている。農業就業人口、機関的農業従事者は全体で七百九十三人だがそのうち七十五歳以上の割合が最も多く、 年齢が低くなるにつれて減少する傾向にある。また、農産物を作っている人の55%が販売農家で45%が自給的農家である。青森県全体では販売農家が84%であるのに対して、海上町の販売農家数と自給的農家の割合はほぼ同じ傾向にある。漁業は平成十八年度の青森県海面漁業に関する、 調査報告書によると、平成18年度の漁獲口は3億3832万円で、ある。漁獲口の内訳は、魚類が1億6379万円、貝類が5242万、水産動物が1億981万円、草類が1228万円だった。漁獲数量が最も多いのは、 鮭で324トンで漁獲口が8256万円。ついでスルメイカが1 0トンで漁獲口が3683万円。3番目はパラで110トンで漁獲口が3966万円である。平成17年度工業統計調査によると、町全体の製造品出荷額は82億361万円で22の事業所があり。 全体で710人が労働している。会場町の第二次産業は、主に食料品を扱う工場が主力で、2番目に、金属製品産業が6億77万円、3番目に、衣服産業が2億1299万円の製造品出荷額がある。平成16年商業統計調査によると、 年間商品販売額は合計で102億7763万円で、その地高売業は66億1207万円、卸売業が36億6556万円だった。町内の第三次産業の労働人口は584人、売り場面積は1万2009平方メートル、飲料品高売業が 主力産業で年間商品販売額は37億3970万円で、労働者は259人であり、第3次産業の約半数を占めている。町内にはコカ・コーラ社の販売事業所がある。上記の通り、八戸工業大学に通う学生の多くが居住しているため、19歳から22歳の人口の割合が突出して高い。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.59%減の14,025人であり、増減率は県下40市町村中10位。海上町の土地の約6割は山林である。畑や雑種地も多く、宅地の割合は全体の4%程度である。以下は土地利用の内訳を示す。 全体の割合会場長は、平成5年5月2日に、町全体の面積の9387ヘクタールのうち72%にあたる6783ヘクタールが未0引き匹都市計画区域に指定された。これにより、原則3000平方メートル以上の開発行為は、原則として都道府県知事の許可を必要とするようになった。中学校以下は廃校。 小学校以下は廃校。海上駅高規格幹線道路一般国道の自動車専用道路一般国道県道。ありがとうございます。